ダイヤー軍はアメリカが州国テネシー州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は38,335人であり、2000年の37,279人から2.8%増加した。軍庁所在地はダイヤーズバーク市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ダイヤー軍は1823年10月16日に、 テネシー州議会で成立した個別法によって設立された。テネシー州のこの地域は、それ以前に地下相続インディアンが合法的に支配していた。軍名はロバート・ヘンリー・ダイヤーにちなんで名付けられた。ダイヤーは、クリーク戦争や米戦争で戦った陸軍士官であり、1818 18年の第一次セミノール戦争では、騎兵隊大佐となり、 その後衆議会上委員議員を務めた、ダイアー軍とマディソン軍の設立を提唱した人物だった。2006年4月2日、悪天候がダイアー軍を通過して、竜巻を発生させ、軍内で16人、州全体で24人が死亡した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は526平方マイルであり、このうち陸地510平方マイル。 水域は16平方マイルで、水域率は3.04%である。ダイヤー軍の西側境界は、ミシシッピ川であり、雨水はこの川に排水される。ミシシッピ定地と呼ばれる地域にある。軍内を、アメリカ国道51号線が南北に横切り、メンフィスとシカゴを結ぶ古い幹線道になっている。西方には、 週刊高速道路155号線でミシシッピ川を越えてミズーリ州につながっており唯一の高規格道路となっている他に西部につながる道路はメンフィス市から出ている人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである軍内では FM 局2局 AM 局1局のラジオ局が放送を流している新聞は ステートガゼットが週5日発行されている。1865年からダイアーズバーグとテネシー州北部に配布されている。ありがとうございます。